いやー怖かったー、マジで面白かったー。なんか怖くてさ、ビビるとさ、怖くなくすためにさ、船長一生懸命ふざけちゃうんだよね。なんかそれのせいでさ、なんか君たちのさ、ホラーの怖い感がさ薄れちゃったらごめんね。なんか船長が変なこと言うから、ついついなんかふざけたことを言ってさ、怖いムードを打ち消そうとしてしまうんだよな。なんか自分ちでやばいお化けの予感と思った時とかもね、いつもふざけてます脳内で。なんか例えばパチンパチンっていうなんかラップ音みたいなのが聞こえてガチでビビった時とかは、前も話したことあるけどね、あの悪霊退散電気マッサージ機でね、これでも出てこれるかみたいな感じで圧かけたりする。この状況で出てこれるかな、果たしてみたいな。実家にいた頃はお姉ちゃんがよく隣にいて、お姉ちゃんバリアを使ってたわけ。お姉ちゃんが隣で何も知らずにね、のんきに君に届けとか読みながらゴロゴロしてんので、センチはその隣でゴロゴロしながら、あのなんだろう、本当に怖いみたいな、シャレにならない怖い話みたいなの見てんので、読んだら取りつかれるみたいなの見て、やば、取りつかれた可能性あるって思っても、お姉ちゃんのことをね、いやこんな何も知らないお姉ちゃんがここにはいるんですけど、そのお姉ちゃんまで巻き込んで果たして出てこれるかなみたいな、お姉ちゃんはこんなに関係ないのに果たして今出てきますかみたいな感じで圧をかけたりします。怖いのとかさ、船長結構好きでめっちゃ調べてたからめっちゃ詳しいよ、いろいろ知ってるよめっちゃ。うん、まあ怖がりなんだけどね、怖がりではあるんだけど怖いの好きなんですよ。不思議なことに、トイレ我慢してたの大丈夫、なんか引っ込んだわ。お股をかかとでグリグリ押して我慢してたらなんか引っ込んだわあぐらかいて頑張ってかかとで押して耐え抜きました。怖い話聞かせて。いやマジでないんだよね、船長ね霊感なくて怖い体験したこと本当にないんですよ。なんか肝試しとかも行かないし、あと何、なんかそういう危ない儀式とかもやらないしね。結構怖いの好きの人とかはさ、肝試しとかさ、一人かくれんぼとかさね、こっくりさんとか危険儀式をやったりすると思うんだけど、せいちゃんそういうことね、しない派。やっぱりそういうのでね、なんかあったらね取り返しつかないしね。